県によりますと先月2月に沖縄を訪れた観光客はおよそ17万9000人で去年2月と比べると50%増6万人余り増え3ヶ月連続で前の年の同じ月を上回っています去年2月は緊急事態宣言の期間中だったことやワクチン接種が進んだことなどが要因と見られていますししかし 新型コロナウイルスの影響がすでに出始めていた一昨年の2月と比べてもおよそ42万人およそ7割の減少で依然厳しい状況が続いています県は国内航空路線で減便が継続されていることや海外からの観光再開のめどが立たないことからまだしばらく厳しい状況が続くと見ています